頑張れ。タイ語。なんだっけ。サワディカ。あ、サワディカ。私より分かってますじゃん。こんにちは、オーラヒロミです。私はすごく挑戦するの好きでチャレンジャーです。ぜひ最後まで見てください。はい。こんにちは。なんでもということで、ということで、大浦さんね、大浦ヒロミさん、はい、インスタとかもいろいろ下にリンク貼っておきますから、はい、ぜひ見てください、はい、見てください。よろしくお願いします。お願いします。どの辺がどういう風ですか？そうですね、私癖で全部左肩を使う癖があるので、はい、左側の腕なので肩が結構左と右のバランスが悪いので、うん、はい、結構そこを今日ちょっといろいろ見ていきたいなと思います。了解です。わかりました。結構いそうな感じなのでしっかり。はい、むしょむしょむしょ、お願いいたします。嫌われないうちに始めます。ではスタートです。お願いします。はい、どうぞ。はい、あ、入れてください。ありがとうございます。あ、高み。ラベンダーにしてみました。うん、はい、小林乗ってて。はい、失礼します。ありがとうございます。そんなに緊張しなくていいからね。はい、ありがとうございます。で、4日買って、ちょっと見せてほしいな。こうして、うん、こう。僕の腕上からグッと握って、ギュッギュッ。はい、顔がギューってなってた。ギューって。ヒールばっかりか。そうです。まあ、そうだよな。今日靴だったんですけど、基本ヒールでめっちゃもう、うん、ここがめっちゃあるんですよ。まあ何にもない時はジョギング用のスニーカーね、今日、うん、みたいな。基本は本当にずっとヒールです、うん、でとっても足の長さが指2本分ぐらい違う。こっちから見ると本当ですか、うん、こっちから見るとよくかかとの位置だとすごいよくわかる。こんなに要は歪んでますよという話ね。はい、言いましたが、足を組まないように。足を組まない、はい、そう言っても組んじゃうので、組んでたら逆へ逆へ逆逆、はい。でカバンもずるっと落ちてきちゃって構わないから反対でも持つようにしてね。かしこまりました。かリュックにしてとか言われるんですよね、の方がバランスいいとか。まあだけどそうね。ありがとう。格好もあるからね。そうね、うん、いろいろ大変だよね、女子ね。いやーですよね。整体とか足つぼとかやったことはないです。ないの？足はないです。かわいそう。大変な仕事選んじゃったね。いやそう、なんかいつも疲れてる時はマッサージとかしてもらうんですけど、うんうんうん、なんかその時はもう全然こう肩とか腰だけなんで、うんうん、足つぼは初めて。足つぼを踏むぐらいみたいなやつはあるんですけど、それ以外ない。やば、
私はどういう人？私は、はい、どういう人？おとんとおかんは？お父さんとお母さんは、同じような日系ブラジル人なんですけど、おうおうおう、2世で、うん、私が3世です。ほう、そうすると何人なんだ？日系ブラジル人です。2分の1、2分の1と足すと2分の1のまんまか。そうですね、はい。でも、もし私が普通に日本人と結婚して、うん、赤ちゃんを、うん、子供ができましたら、もう普通に日本人です。ああ、まあまあね、はい。なのでなんか日本人ですけど、ブラジルで生まれちゃったっていう形です。あ、私はブラジルで生まれた。生まれも育ちもブラジルです。ほう、はい。慣れた。いくつまでいたの？8歳ぐらいまでです。ああ、そうか、はい。ギリギリセーフか。そうです。もう向こうに帰りたい？いや、帰りたくないです。あ、こっちの方が合ってる。もう、うん、かしこまっちゃうね。かしこまり、はい。なんだろう、やっぱ環境も一番いいなのは日本ですね。あ、そっか。将来もし、あ、痛い、めっちゃ、あ、将来もし子供とかができたら、うん、やっぱここでの教育とかがやっぱ一番発展してるので。ああ、そっちな。いろいろ、あと安心ですね。安全な。まあまあ、そうだな。そこはよく言うね。そう考えると結構となんか安定できる国ですよね。なんか海外だと、まあね、なんかそういうアメリカとかブラジルもなんですけど、うん、結構急に首とかになることもあれば、何もなくなることもあるので、うんうん、それが怖くて。で、日本で頑張るんだね。日本で頑張りたいです。ベイビーね。でもやっぱ海外とか行ってとか留学行ってすごく良かったので、うんうん、どこへ留学したの？留学もあるんだね。まあ、アメリカです。アメリカ、アメリカ行ったの？アメリカ行きました。すごいな。はい、留学。アメリカどこ？フロリダです。フロリダ、フロリダ行きました。なんで英語とプラススペイン人も多かったんで、うん、スペイン語を話せれる方なんで、うん、そこで今大学で取ってる第二言語がスペイン語なので、うん、結構そこで教えてもらったりとかもしてまして、すごく良かったです。ではいきなり行きますよ。はい、これを見ているフロリダの友達に英語でどうぞ。はい、今頑張ってますよ。はい、and now he's now he's doing a massage in my foot, and this is actually my first time, but I'm feeling much better and the tension in my foot is much better, so I really recommend you to do this. いいな、ニコッとするね。最高ですか。ありがとうございます。ニコッとできるな。ではこれを見ている、フロリダにいた時のスペイン人の友達に片言で頑張って、足ちょっとほぐしてるの映りませんが、挨拶をどうぞ。はい、スペイン語全然できない。Yo recomiendo a ti para hacer masaje al pie. Gracias.合ってるかが分かんない。もう君レギュラー決定。決定です。ありがとうございます。次来る時はもうちょっとスペイン語上手に。スペイン語もっともう頑張ります。進まねえな、今日いっぱいあるね。あとなんだっけ、スペイン語、ポルトガル語は、ポルトガル語の方がいけます。そうだよね、母国語だもんね。はい、今日いないはずのカメラさん大変です。ではスペイン語で、じゃあポルトガル語でブラジルの幼馴染に長めに挨拶どうぞ。幼馴染。Olá pessoal, ele agora está fazendo massagem no meu pé para tirar tensão assim do pé e do meu corpo e está sendo muito bom e eu realmente recomendo isso para vocês, pessoal. Bye. 素晴らしいな。本当ですか。はい、いやもう来週も出てもらわないと。ありがとうございます。結構プロンプトで作るのは結構下手なので、合ってるかが分かんない。
夢何で見る？日本、それは日本で、日本語で見る。ポルトガル語で、あ、じゃあポルトガル語だね。で見たりもする？時々。いやもうその場でいる人、夢に出てくる人に対して話してる時がもう全然どっちもあれば英語もあればもあります。すごいね。いやもうありがとうございます。基本一日にはまあ最低でも3カ国は話しております。あの。大学だとやっぱ英語専攻なんで英語は絶対ですし、うんうん、友達とか日常だと日本語ですし、家の中だと日本語禁止なのでポルトガル語だけです。あ、おかんが日本語禁止。そうです、あの、あ、話せれるんですけど、うん、でもそうだね、使った方がいいもんね。そうです、あのやっぱなんか、うん、使わないとか、いとこの中でもたくさん、それで日本語と、日本とかアメリカだけに住んでて、うんうんうん、もうポルトガル語何も話せない人とかがいるので、やっぱ家の中もずっとその言語しか使ってなかった。あ、すごいな。親がそれ嫌だから、なんかもったいないって思ったらしくて、うんうんうん、そうだね。もうできるだけ、こっちが日本語で言ったとしても、うちは何言ってるか分かんないみたいなって言ってくるんです。素晴らしい、その笑顔とその才能と。じゃあケバブ行こう。ケバブ、ケバブ食べ行こう。食べよし、決まりました。ケバブ行こう。ケバブ行こう。ケバブめっちゃ好きです。たまに食べに行ったりしてたんですけど、うん、全然どこにお店あるかが分かんない。ケバブどこ。あ、でもあなた日本人の胃になってそうだからな。ケあのなんだ、ブラジル系の人しか行かないところのケバブ屋さん行くか。あー、全然いいです。でもちょか、住吉にもあるか。あ、本当ですか。あ、一回栄で食べました、うん、その住吉らへんですよね。あ、見た見た。あそうです。決まりました。もう決まりました。カメラ目線でケバブ決まりました。ケバブ、これ言いたかったんですよ。焼肉じゃないよ、ケバブだ。キマブ。いやあ、そうか。そうですね。いやもう全然。何が好きなの？え、でも基本私日本食が好きで。だよね、そんなか体見ててもそう思う。あ、本当ですか。うん、あ、じゃあ。お疲れ様です。ありがとうございます。お疲れ様です。もう本当にあのーこう見えてなんか大変なんだね、私ね。頑張るんね。あ、ありがとうございます。あの一応違うっていうか、筋肉を使うこともあるので、たくさん、うん、あのヒールとかで歩くじゃなくて、うんうん、普通にホットヨガとかジムも部活やってるので。ほう、そんな部活があるの？はい、あの部活がダンス部です。あ、踊り狂っているのね。そうです。はい、後で踊ってもらうか。全然 TikTok やるか。 TikTok やりましょう。TT とかやりましょう。もう確実にレギュラーで。本当です。頼むよ。ありがとうございます。うちを背負ってたって。はい、もうぜひ。ありがとうございます。あ、そこめっちゃすごい痛い。うん、すごい。ありがとうございます。あと何も、うん、あと肩練習してるのは何なの？もう初めて、まだ1ヶ月なんですけど、ベトナム語とタイ語を始めてるんですけど、まだ書きとか単語っていうか、うん、なぜ東南アジア行ったの？南の方行ったの？あとは、うん、あの許可数っていうか大学の単位数として取らないといけないんですけど、うんうん、言語がある中で自分、あ、他にも中国語とか韓国語、うん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 、フランス語あったんですけど、うん、その3つプラススペイン語の中で1つしか取れなくて、うんうん、でベトナム語、タイ語と、うん、インドネシア語、うんうん、の中だともう自由に取れれるっていうのがあったので、うん、まあスペイン語にしたならこっちをできるだけまあ取れるもの、取れるものなら取りたいと思ったので、やっぱり何もないよりは役には立つと思うので、将来では片言の覚えたてのベトナム語で挨拶をどうぞ。何
何もわかんない。なんか言って。ベトナム。こんにちはだけどうぞ。はい、カメラ目線で頑張って、ニコニコして、はい、チャオコー。違う、違う、わかんない。次回もうちょっと長めになること。長めで頑張って。その勢いで、ベトナム、タイ語どうぞ。タイ語、はい、はい、カメラ目線で頑張って、はい、ニコニコして、はい。かなり出てこなかった。頑張れ。タイ語、タイ語、タイ語、なんだっけ、サワディカ。あ、サワディカ。私より分かってますじゃん。終わり。もう次週に期待しましょう。そう、ね、もう本当にもうちょっとね、単語を増えて、ね、はい、何かちゃんと英語とポルトガル語が完璧なんだね。そうです。ほぼね。でスペイン語はまあでも 50% ぐらい、3ぐらいですね。で、私の将来の野望は？は、うん、エアライン業界のグランドスタッフです。グランドスタッフ？グランドスタッフです。CA じゃない、乗る方じゃないのね。うん、違います。地上にいる。地上にいます。でも本当に、うん、なんか CA とかはすごくいいなと思ったんですけど、うん、聞く中ではやっぱりどっちかって言えばあの体面できつくなって、まあそうだね、引退するのが早いので、うん、だったら腰もそうだし、ね、まあ時差があったりして、そうですよね、うん、内面的にもいろいろあるので、やっぱりだったらちゃんとフィックスしたところにいて、うん、できるだけちょっと長めにやりたいと思っております。で、何、将来機長と結婚するの？いや、野望はどう。子供いっぱい産むの？でも子供は最低でも2人は欲しいです。2人、2人ね、はい、はい、2人は欲しいです。どっちが先？男の子なの？女、いや、なんか来た方ですごく嬉しいんですけど、はい、自分の中はお兄ちゃんがずっと欲しくて、なので、うん、自分も子供いたら、うん、まあ、先にお兄ちゃんを産んでから下の女の子を、うん、っていう戦略ね。そうです。ビジョンね。ビジョンです。もう本当に。で、旦那どんな人？でも、うん、そうですね、なんでしょうね。芸能人で言うとなんかタイプと結局好きになった人が違うんですよね。ダメンズ好きか。いやでもなんか芸能人で好きな芸能人はどうぞ。マッケンユです。おお、今はい、マッケンユか。今話題だよね。そうです。濃いのが好きなんだね。もうあの笑顔が好きなんですよ。笑顔が素敵な人が好き。素敵です。でも本当にマキか、うん、ガンちゃん。おう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 おお、うん、まあ、まあまあベタなとこ行ったね。ガンちゃん行ったのね。はい、はい、なんでしょうね。三代目行ったわけね。踊りプラス、うん、やっぱ可愛さ、かっこよさと可愛さが混ぜ合ってる人がやっぱ、うん、魅力的だと思っちゃうんですよね。はい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 。結局本当に付き合った人とか好きになった人は、うん、結構違うんですけど。違うの？ゴリマッチョ系なの？でも基本は、うん、あのスポーツやってる方に魅力を感じちゃうので。あ、そういうことね。あ、アクティブに、うん、そうで、なので結構まあ筋肉質で、うん、まあ、ちょっとどっちかって言ったら、うん、まあ、本当に日焼けとかもしたりしても大丈夫とか、うん、ああそういう部分ねが好きで。待ってますって言って。待ってます。いやでも本当にそう、なんか常に 何か目標にして頑張ってる人がやっぱり自分もモチベーションがあるんで。おう、そうか。そうです。うん、これ痛いわな。なんか自分足が結構大脚ですので。ちょっとね、まあまあ これか、はい、これは次回見ましょう。次回これやってって言ってください。はい、そしたら追っかけます。ですので結構筋肉がつくのが綺麗に後ろにつかなくて、結構横、うんうん、っていうか斜めにつくので、うん、なんだろう。斜めにつくのはやっぱり歪みだよね。右と左で全然、まあ大体みんなそうなんだけど、右がカチカチじゃんね。
右の方がこれ痛かったでしょ。痛いです。同じことやってもこっちも痛いけど、こっちの方が、右のが痛いでしょ、感じますね、はい。座り方、はい、気をつけてください。いやもういろいろ頑張ります。よし、これで健康になってこう。健康に頑張っていきますね。自分が思ってた健康とやっぱりこうやって本当に、まあそうだね、こうやってこう触ってよくもう一個見ると、そうですね、あちこち いらっしゃいますね。いらっしゃいますよ。本当にすごい、なんか自分が自分の体一番分かってるとか思ってたんですけど全然分かってなくて、まあ、まあ、はい、そう思います。すごい、うん、よいしょ。ありがとうございます。うん、力抜いて、抜いて。すごい。うまっ。親指なかなかなんないんだけどな。あれなんですよね、癖でめっちゃ鳴らすんですよ。あ、鳴らすのね。足の指とか鳴らしてなかったんですけど、うん、親指だけなんかすごい鳴らす癖があって、はぁ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 、なんか痛めたかな昔ですかね。あと指とか腰鳴らすんですよね、めっちゃ。指鳴らして、え、でも鳴らす本数がこれだけです。なんかストレスいろいろあるのか、なんだ。なんかそうですね、本当一時期鳴らす癖やめてたんですけど、うん、また落ち着きない人なので、なんかずっとじっとしてないといけない時に、うん、なぜか指とかまたなんか鳴らす癖があるね。まあ、そんなにそれに問題はないとは思うけど。なんでですか、うん、でも鳴らすのあんま良くないとか言われるんですか。まあいろいろ言うけどね、ちょっとぐらいはまあでも鳴るね。でも腰は本当にめっちゃ鳴らす癖あるので、てかそれ腰がちょっと痛いんじゃないのか。そうですよね、うん、で鳴らすと少し楽になるでしょ。そうです。それはその歪みだとか詰まりだとか戻したい欲求なんだよね、力抜いて。はい、では本番です。うつ伏せって大丈夫ですか。はい、大丈夫です。ありがとうございます。ねえ、腰どうやって鳴らしてみて、先にちょっとな、いつもこんな形です。うん、あ、そうなん、こんな形で全部鳴ったな。すいません、失礼いたします。ちょっと頑張って、はい、うつ伏せです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。
あ、ひろみさん一言顔上げて一言お願いします。はい、はい、足のツボすごく良かったので、この腰後ろのマッサージも楽しみにしております。はい、ありがとうございます。